さあお待ちかねのブツが届きましたよ。2週間前ぐらいかな、アメリカのニューヨークにねオーダーした、生地のサンプル、このメーカー知ってますかね。僕もインスタの方で結構前からフォローしてたんですけど、最近このメーカーさんの生地をね、お客さんが買って持ち込むことが結構あって、で、まあ、うちももうちょっとね、国内の生地だけじゃ、こう、まかないきれない、案件があったりとか、クオリティ的にもっとね、海外の雰囲気とかを言ってくるお客さんが結構ここのとこ多くって、で、まあ、うちももう扱えた方がいいなと思って、問い合わせたところをですね、なんていうんだ、代理店契約っていうんですかね、一応、うちをね、ショップとして、向こうも扱ってくれる、っていうことになったんで、で、今回試しに、このレディケートが持ってる、一応基本のラインナップ、今、新しい商品もどんどんね、出してるみたいなんですけど、一応基本的に取れる、現在取れるやつの生地をもう全部、サンプル取りました。生地とね、カーペットとか、まあ、これなんかはね、本革なんだけど、ここのメーカーというか会社は結構ね、ポルシェなんかの生地とかも扱ってて、これはね、ナッパレザーかな。なんかよくわかんないけど、こういう風な生地。ここのとこ、まあ、多いのがポルシェの、ペピタとか、パシャですね。ペピタって千鳥のことね。で、パシャは、こう、ちょっと、四角がうにょうにょしたようなやつ。で、これ、あ、これがポルシェのね、ペピタだよね。ペピタの。これ、色混じってるやつ。国内だとね、白黒が多いけど、こんな、これ赤が入ってるやつで、こういうのはポルシェの純正にあるんですかね。僕は見たことないんだけど、一番多いのはやっぱこの白黒、白黒ですね。これね。これはもう定番中の定番。で、何度か持ち込んでもらってるんだけど、同じですね。会社は、まあ、ニューヨーク、アメリカなんですけど、ペピタなんかは、ヨーロッパのやつらしいので、まあ、ヨーロッパで出回ってるやつを扱ってるみたいですね。この辺のこの、これ本革なんですけど、この影の入った感じのやつなんか結構インスタとかでも向こうのショーカーがね、使ってますね、これね。とか、まあ、これカーペットかな。やっぱ、国内にはね、ない色味のやつとか結構あって、いいんじゃないでしょうか。あとはね、何があんだ？めちゃめちゃあるよ。質感もね、いいですね。いい。うちで革をやるときに取ってる、まあ、国産のメーカーさんの革があるんですけど、それはね、もう国産では最高峰のレベルだと思うんですけど、それとやっぱりね、遜色ないですね。で、色がすごいいっぱいあるから、まあ、値段が折り合えばね、これは非常にいいんじゃないかな。日本でも色は作れるんですけど、ロットが少なかったりするとね、1個の単価が上がっちゃうんで、すごい値段が高くなったりとかしますけど、だからそこら辺の折り合いを、こっちの方が安ければね、これで取った方がいいんじゃないかなと思います。あとこれアルカンタラだね。アルカンタラも日本にはない色とかあるんじゃないかな。
どうなんだろうね。この辺の色とかあんま見たことない気がするけど。まあすごい、すごい種類あるね。ああ、この辺なんかすごい、ウエストファリアっぽいな。あ、ウエストファリアっすね。なんか、多分、サイトに載ってるこれが主力メンバーを今、送ってもらった感じで、レリケートのホームページ見るとね、もっとたくさんありました。パシャもあったし、ポルシェのなんか縦縞みたいなやつもあったけど、まあそれはあれかな？基本サンプルには入ってないのかな？送られてないけど、まあ言ったら多分送ってくんでしょうね。うん、で、これが一応ね、以前お客さんから持ち込まれた生地なんですけど、ヨーロッパから来たっていうやつね。で、こっちが今回のやつなんだけど、同じですわ。だから同じやつですね。多分ね。とで、だいたい注文すると、まあ、2週間以内には、来ると思います。んで、今ちょっとこういう情勢なんでね、時間かかる場合もあるのかもしれないけど、ホームページの方にはね、確かこう、どれだっけ。シンガーなんかに使ってる網網の革もね、あったんですよ。確か。あれはやっぱさすがに高いから、あれかな。スタンダードサンプルには入ってないのかな。ってね、本当に編んであって、シンガーのやつって。3ミリ、4ミリぐらいの幅の、こう、帯っていうか、紐になってるレザーを編んでるんですよ。で、それをこう、1台分とかで切って売ってるんだったかな。まあ、すごい高いんですけど、あれもね、確かここで同じようなやつが扱ってたんで、取れるんじゃないかな。あ、これアルカンタだな。このレリケイトっていうメーカー、今期から一応販売代理店というかね、日本にもいくつか扱ってるお店もあるし、これ使って張り替えてる業者さんもいるんで、まあ、比較的もう最近はどこででも扱えると思うんですけど、とりあえず、うちでもこれね、扱えるようになったんで、気になる方、インスタグラムにもレリケイトいるんでね、レリケイトで検索したら出てくると思うんで、まあ、こう、レリケイトに出てきてるのは大体これを使ってね、生地使ってシートを貼った、内装を作った業者さんのやつが、こう、サンプルとして出てるんですけど、そんな雰囲気を狙いたいとかね、いう方いたら、ぜひ、レリケイトを、チェックしてみてください。で、実物、記事ね、見たい。まあ、お近くの方は見たい人いたら、うちに来ればサンプルこんだけいっぱい、あるんで、10個以上あるな。15、6個はないか。あるんでね。見に来ていただけますんで。そんな感じで、気になるのありましたらよろしくお願いします。では。